いつもご視聴ありがとうございます。今回は初心者さん向け動画となります。優待クロスのコスト編第2弾をやっていきます。すでに第1弾は公開されております。クロス取引の基本コスト、貸し株料や考え方について丁寧に解説しています。こちらもぜひご確認ください。今回は配当金調整額、こちらについて詳しくやっていきます。少し難しい内容とはなりますが、できる限り分かりやすく説明していきますね。まず、配当金調整額はなぜ発生するのか、一般信用における配当金相当額を徹底解説していきます。そして最後には現在発生している調整額を確認する方法、こちらは SBI 証券、 SMBC 日興証券それぞれでお話ししていきます。おそらく当チャンネルをスタートしてから最も多く質問いただく内容です。毎月必ずいただく質問内容となっておりますので、ぜひ最後までご視聴ください。当チャンネルでは毎週更新のレギュラーコンテンツのほか、制度信用や一時保有といった優待クロス取引や株主優待狙いをより楽しめるコンテンツを用意しております。ぜひ他の動画も一度見てください。それでは行きましょう。配当金調整額とは何なのでしょうか。あまり意識したことがないという方も多いと思います。まずはこちらをご覧ください。こちらは SMBC 日興証券において実際に発生している配当調整金です。積水ハウス、こちらの履歴を見ていきますと、支払いが58,000円、それに対して入金配当金は46,218円しか入金されていません。他のイオンファンタジーや西松屋も同様に、支払った額よりも受け取った額が少なくなっています。これは損しているのではないか、こう考えてしまいますね。こちらは SBI 証券ですが、同様に入金額の方が少なくなっています。これは今すぐ何とかしないと、こう思ってしまいそうですね。しかし今すぐ何とかするという必要はありません。この差額、これが配当金調整額です。この例では、支払いが12,500円に対し、受け取りが9,961円、差し引きマイナス2,539円、この金額が調整金となるわけです。では、なぜこの調整金が発生するのでしょうか。詳しく説明していきますね。株を借りて行う優待クロス取引では、株の貸し手に対し、配当金に相当する額を支払わなければなりません。その負担割合は、一般信用取引で 100%、制度信用取引で約 85% 程度と決まっています。例えば、一株あたりの配当が100円、このような銘柄を100株クロスした場合、一般信用では1万円の支払い、制度信用では8500円程度の支払いとなるわけです。これだけではイメージもつかめないと思いますので、より分かりやすく説明していきますね。配当金相当額のイメージです。一般信用でクロス取引を行った場合、このように配当金相当額を貸し手に支払います。一方、クロス取引では現物株式も保有することから、そちらから配当金を受け取ることができます。先ほどと同じ、一株当たりの配当100円の銘柄を100株クロスした場合の収支はこのようになります。貸し手に支払う金額は1万円、現物株から受け取る配当金は8000円。負担割合は支払いが 100%、配当は 80% しか受け取れません。なお、厳密には 20% ではありませんが、ここでは分かりやすくするため、20% でやっていきますね。ここで、配当金調整額、これが発生しています。なぜこのようになってしまうのでしょうか。前回の動画でもお話ししましたが、クロス取引の収入と支出はこの2つのブロックで管理されています。まず、配当金相当額の支払い、これは損失になりますので、左側のブロック、譲渡損益に組み入れられます。一方、受け取る配当は、配当所得として別のブロックに組み入れられます。この配当所得には、NISA 口座を除き、源泉徴収が行われ、受け取り時点で 20% の税金がすでに引かれてしまいます。この源泉徴収された部分、
この金額が調整金になってくるわけですね。そしてこの2つのブロックは、利益と損失を通算することができます。特定口座源泉徴収割口座で配当を受け入れるという状態であれば、自動的に年末通算が行われ、翌年1月5日頃に口座に調整金が戻されます。しかし、タイミングは年に1回、年末だけです。つまり、年末までは調整金はずっと拘束されてしまうことになります。もし源泉徴収なしの口座でしたら、通算も行われず、自分でやる必要があります。年末通算のイメージです。クロスしかやっていない、このような場合をイメージしてください。まずは譲渡損失ですが、貸し株料や手数料が2万円、配当金相当額の支払いが20万円、赤字ですから、源泉徴収はありません。そして、配当所得。こちらは20万円ですが、源泉徴収が行われ、実際に受け取った配当は16万円、源泉徴収が4万円となっています。この時点で拘束されている調整金は4万円です。これが年末まで拘束されます。全体で見ればマイナスですが、これはこの時点では戻りません。年末を迎えますと、2つのブロックを通算します。まず、譲渡損失がマイナス22万円です。貸し株料と配当金相当額の支払いの合計。配当所得は20万円。うち、徴収分が4万円あります。この2つを合計しても、残るのはマイナス2万円。つまり、赤字なので課税は行われません。ここで、ようやくこの調整金が戻され、最後には貸し株料2万円が実質コストとして残り、調整金は消失します。この場合、年間収支は2万円の譲渡損失となるわけですね。ここで少しまとめていきましょう。配当調整金は、配当金相当額の支払いが 100% なのに対し、配当として受け取る金額は、源泉徴収が行われるため、80% しか受け取れない、その差額です。譲渡損益と配当所得の通算は、年に1回のみ、年末にのみ、損益通算が行われ、その際に赤字であった場合に、源泉徴収された部分がすべて戻る、黒字であれば、黒字部分にかかる税金を除いた金額が戻ります。それまでは基本的に、プールされた状態が続きます。ここでよく質問をいただく内容です。赤字でなければ全額は戻らない。つまり、赤字にしないといけないのか？でも実はそんなこともありません。譲渡損失の状態。譲渡損益がマイナスの状態であれば、基本的に調整額は年末まで返ってきません。逆に譲渡益の状態。この状態であれば、調整金を支払った時点で、すでに支払った税金から還付が行われるため、結果は同じとなります。株の利益は譲渡益、配当金相当額の支払いは譲渡損。この2つは同じブロックに入っていますね。同じブロックであれば、通算はその都度行われます。少し難しいと思いますので、またイメージを用意しました。株の譲渡益、売って利益が出たものが100万円あります。ここでは分かりやすくするため、貸し株料などは見込みません。100万円の利益ですから、すでに20万円の源泉徴収が行われています。ここで配当金相当額の支払いが1万円発生したとすると、これは譲渡損失1万円ということになるわけです。そうしますと、すぐに通算が行われ、100万円であった利益は99万円の利益になるということになります。99万円に対しての税額は、19万8千円ですから、すでに支払っている20万円から2千円が戻されます。どうでしょうか？先ほどと同じ結果になっていますね。このまま年末を迎えた場合を考えていくと、よりわかりやすいかと思います。このような状態で、年末を迎えた場合をイメージしていきましょう。先ほどと同じ条件です。この2つのブロックを通算したとしましょう。そうしますと、譲渡損益が99万円のプラス、源泉徴収が19万8千円、そして配当所得が1万円、源泉徴収が2千円。これを通算すると、合計100万円、源泉徴収が20万円となり、結局最初と同じ形になっていますね。この場合は、配当所得の源泉徴収分はそのまま徴収されることで、調整金としては戻らない。
配当金調整額はあくまでも一時コストです。これによって損をするということは通常ありません。ここでより理解していただけるようイメージを用意しました。まずは先ほどと同じパターンです。このように譲渡損失マイナス22万円、配当所得20万円、2つのブロックを通算した合計はマイナス2万円となっている場合、こうなります。調整金全額が戻り、配当所得の部分にプラス4万円、そして残るのは譲渡損失2万円と、これがクラスしかやらない場合の基本パターンですね。では、こうなるとどうでしょうか。先ほどと同じような条件ですが、配当の部分が多くなっています。これは持ち株があってそこから配当も受け取る、このような場合です。譲渡損失がマイナス23万円、一方で配当所得が24万円、源泉徴収額は4万8000円、この2つのブロックを合計すると、プラス1万円になりますね。このような場合は、1万円に対しての課税額2000円を差し引いた額が戻り、2000円はそのまま徴収されるということになります。ですから配当の部分にプラス4万6000円が入り、2000円はそのまま徴収とこのようになっているので、プラスになったらすべて徴収されるということはありません。配当金相当額を支払うタイミング、これは証券会社によって異なっています。場合によっては、追加で入金が必要なケースもありますので、要注意です。SMBC 日興証券や SBI ネオトレード証券では、配当金を受け取ってから数日後に引き落としとなります。ここで調整金があることで、配当の入金分では支払い分を賄いきれないわけです。ですから手出しが必要になります。その引き落としのタイミングに、入金が行われていない、口座に資金が全くない、このような状態だと、持ち株を勝手に売られたり、すでにクロスしている現物を決済される、またコールセンター手数料という非常に高額な手数料を取られることもあります。ここで大きなマイナスとなってくるわけですので、必ず口座にいくらかは資金を残すか、配当が入ったら入金する、これを絶対に忘れないようにしましょう。SBI 証券では、基本的に現渡しを行った際に、その時点での配当予定額を拘束します。そのため大きく配当が増えたというようなことがない限りは安全ですが、注意するに越したことはないでしょう。最後に現在発生している調整額を確認する方法です。まず、SMBC に移行証券から行きましょう。まずは PC 版にログインし、口座情報へ進みます。右側メニューから、特定口座情報へ進みましょう。そして、配当金等履歴。こちらへ進みます。そうしますと、このような画面となり、年間収支を確認できます。この場合は源泉徴収額である3万2600円が現在積み上がっている調整金ということになりますね。そして、譲渡損失が大きなマイナスとなっています。このままの収支が続く、クロス取引しかしないような場合では、年末まで3万2600円は戻ることはありません。もし譲渡損益がプラスとなっていたら、調整金自体は年末そのまま徴収されますが、現在時点での資金拘束はないということになります。その場合、この還付予定額は0円になるということですね。そして、このマイナス16万円、これを超えるまでは、株で利益が出ても課税されることはありません。利益が出た分だけ、還付予定額が減っていきます。この調整金が年間となると大きな額になってきますので、資金があまり使えない方が、高配当や1000株、2000株と大きな単位での取引ばかりやると、その年の後半に少し影響が出てくる可能性もあります。SBI 証券では、PC 版にログインし、口座情報、取引履歴と進みましょう。そして、譲渡益税明細を選択します。その際、今年の1月1日から現在までの履歴とすることで、今年の現在時点を確認することができます。そこで、この配当所得税徴収額合計、ここに表示されている金額が現在時点での調整金となります。この場合でも、譲渡損失がマイナスとなっていますので、
この後クロス取引しかしなかった場合、9553円は年末まで拘束される可能性が高いです。一方、この後の取引でプラスが出るようなら、この9553円が減少していき、場合によってはゼロになるというわけです。いかがでしたでしょうか。少し難しいお話でしたが、よく質問いただく内容でしたので今回やってみました。今後も初心者さん向け、他のシリーズも整備していきます。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。